記者会幹事を務めております TBS テレビの高橋と申します。愛子さまにおかれましては、この度20歳の誕生日をお迎えになり、成年皇族としてご活躍されておりますことを心よりお喜び申し上げます。おめでとうございます。ありがとうございます。大学のオンライン授業など日々お忙しく過ごされている中で、今日このような場を設けていただきましてありがとうございます。これからますますご活動の場を広げていかれると思いますが、そのあたりの抱負などについて率直なお考えやご意見をお聞かせいただければと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは質問に入らせていただきます。ご成年を迎えられたお気持ちをお聞かせください。成年皇族として公務や行事に取り込まれた感想と今後の活動や抱負についてもお聞かせください。はい、まずお答えに先立ちまして、昨夜の地震により亡くなられた方がいらっしゃると伺いまして、心が痛んでおります。ご遺族の皆様と被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。では質問にお答えいたします。昨年12月1日に成年を迎えまして、まず20歳という節目を無事に迎えることができましたことを嬉しく思っております。そして今までのあっという間なようで長くも感じられる充実した月日を振り返りますと、これまでのあらゆる経験は多くの方の支えやご協力があってこそ成し得たものであると身をもって感じております。これまでさまざまな形で支えていただき、成年を温かく祝福してくださった皆様に心よりの感謝をお伝えしたいと思います。誕生日当日は成年を迎えたという実感がまだあまり湧いておりませんでしたが、12月5日の成年行事の折に天皇陛下より勲章を親授していただきまして、初めて身につけたときに勲章の重みをひしひしと感じて身の引き締まる思いがいたしました。そして新年には成年皇族として初めて新年祝賀の儀に出席しまして、また年末から年始にかけてはいくつかの宮中祭祀にも参列いたしまして、初めてのことばかりで緊張もございましたし、これまで両親から話を聞くだけであった行事に自分が参加しているということには少し不思議な心持ちがいたしましたけれども、自分が成年皇族の一員であるという自覚が芽生え、個々の行事に責任感を持って臨まなければならないと感じた瞬間でございました。今後につきましてはまだ大学生でございますので、当面は学業を優先させていただきながらにはなりますが、一つ一つのお務めを大切にしながら、少しでも両陛下や他の皇族方のお力になれますよう、私のできる限り精一杯務めさせていただきたいと考えております。ご自身の性格や長所短所について具体的なエピソードを交えてご紹介ください。日々の生活で興味のあることや趣味、国内外の出来事で関心のあることについてお聞かせください。はい、私の性格は友人や周りの方からは穏やかであったり無邪気と言われることが比較的多いような気がいたします。長所は自分ではなかなか気づきにくいものでございますけれども、事前にこのご質問をいただいたのでじっくりと考えてみまして、強いて申し上げるならどこでも寝られるところでしょうか。以前栃木県にある那須の御用邸に行き、その着いた晩に縁側にあるソファーで寝てしまい、そのまま翌朝を迎えたなんてこともございました。
短所といたしましては、今のエピソードからお分かりかもしれませんが、自由にのびのびと育ったようで、少しマイペースな部分があるところだと自覚しております。また、小さい頃から人見知りなところがございますので、これから頑張って克服することができればと思います。普段は飼っている生き物のお世話をしたり、時間があるときには音楽を聴いたり、運動したりして過ごしております。昔から体を動かすことが好きですので、父と一緒に敷地内をジョギングしたり、以前は家族3人でテニスをしたり、現在は新型コロナウイルス感染症の感染対策を徹底しつつ、職員とマスクを着用したままバドミントンやバレーボールをしたりすることもございます。日々の生活では緑豊かなところに住んでおりますので、自然には興味がございます。依拠のあと敷地内を探索する時間がまだ十分には取れておりませんけれども、皇居にはどのような生き物が生息し、どのような生態系が広がっているのかということはとても気になります。また国内外の関心事につきましては、近年自然災害が増え、またその規模も徐々に大きくなってきていることを心配しています。そのような中でボランティアとして被災地で活躍されている方々の様子をテレビなどの報道で、目にしまして、自分の住んでいる町であるとかないとかに関係なく、人の役に立とうと懸命に活動されている姿に非常に感銘を受けました。また私の親しい友人にも、東日本大震災で被災した福島県の復興支援にボランティアとして携わっている友人がおりまして、私自身災害ボランティアなどの際のボランティアにも関心を持っております。そしてもう一つ、盲導犬や聴導犬といった働く動物たちにも、学校主催のイベントや動物についてのフォーラムの折などに触れる機会がございまして、動物好きの私といたしましては心惹かれるものがございます。愛子さまにとって天皇皇后両陛下はどのようなご両親ですか？思い出や日々の会話についてご紹介ください。両陛下や上皇ご夫妻をはじめとする皆様から、皇室の一員としての在り方をどのように学ばれていますか？両親は私の喜びを自分のことのように喜び、私が困っているときは自分のことのように悩み、親身に相談に乗ってくれるような、私がどのような状況にありましても一番近くで寄り添ってくれるかけがえのないありがたい存在でございます。これまでたくさんの愛情を注ぎ育ててくださったことに深く感謝しております。また両親と話をしておりますと、豊富な知識や経験に驚かされることが多々ございまして、また両親の物事に対する考え方や人との接し方などからは学ぶことが多くございます。両親との思い出といいますと、やはり私の学校の長期休みに出かけた旅行のことが真っ先に思い浮かびます。どの旅行も非常に思い出深いものでございますけれども、静岡県の下田市にある須崎御用邸に行き、海で泳いでいるときに綺麗なお魚の群れを発見して皆で鑑賞しましたり、また須崎の海はほとんど波のない穏やかな海でございますけれども、サーフボードを海に浮かべてそこに3人で座る挑戦をして見事全員で落下した思い出など、お話しし始めると日が暮れてしまうかもしれません。日頃から家族ではその日にあった出来事などいろいろな話をいたします。最近では北京オリンピックやパラリンピックを観戦して、その試合の様子について話したり感動を共有したりいたしました。
アスリートの皆さんのひたむきに競技に打ち込まれる姿や夢の舞台を最大限に楽しもうとされる姿にはたくさんの感動や希望、そして勇気をいただきました。また両親と一緒に飼っている犬や猫と触れ合う時間も私の心安らぐ時間になっていると感じております。これからもペットを含め家族で過ごす時間を大事にしてまいりたいと思っております。続きまして、皇室の一員としてのあり方をどのように学んでいるかということでございますけれども、私は幼い頃から天皇皇后両陛下や上皇上皇后両陛下をはじめ皇室の皆様が国民に寄り添われる姿や、真摯にご公務に取り組まれるお姿を拝見しながら育ちました。そのような中で上皇陛下が折に触れておっしゃっていて、天皇陛下にも受け継がれている皇室は国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にしながら、務めを果たすということが基本であり、最も大切にすべき精神であると私は認識しております。国民と苦楽を共にするということの一つには、皇室の皆様のご活動を拝見しておりますと、被災地に心を寄せ続けるということであるように思われます。先週で東日本大震災から11年の時が経過いたしました。町には徐々に活気が戻ってきているようにも伺われますけれども、いまだに2500人以上もの方の行方が分かっておらず、また4万人近い方が今もなお避難生活を続けていらっしゃいます。被災された方々の心の傷が癒えるのは容易なことではないと思いますし、また時間を要するものであると想像されます。そういった苦難の道を歩まれている方々に思いを寄せ続けるということも大切にしていくことができればと思っております。また皇室の皆様は歴史であったり生物であったり児童文学であったり、さまざまな福祉活動に携わっていらっしゃったりと、ご自身の関心のある分野を深めていらっしゃいます。お一方お一方がそれぞれに専門とされるような分野をお持ちでいらっしゃって、その深い知識を公的なお仕事にも役立てられているご様子を拝見いたしますと、このような立場で研鑽を積むということの意義をお示しくださっているように思います。その他にも行事の際など皇室の皆様にお目にかかった折には、皆様のご所作や立ち居振る舞いをおそばで拝見し、そのなさりようをお手本とさせていただきながら、少しでも皆様に近づくことができますよう努力したいと思っております。カメラの取材はここまでとなりますので、カメラの方退席をお願いいたします。